海苔弁当海苔弁当とは、海苔を、米飯の上に被せた弁当である。持ち帰り弁当チェーン店や、コンビニエンスストアの定番商品であり、多くの場合、白身魚のフライやちくわの天ぷら、きんぴらがつく。略して、海苔弁と呼ばれる。弁当箱に米飯を詰め、その上に醤油などで味付けした板海苔を敷き詰めたものが、基本的な形式である。 さらに米飯を詰めて内部に海苔が入った状態にしたり、それを幾層にも重ねたりする場合もある。板海苔を敷く前に、米飯の上に味付けした鰹節や昆布のつくだ煮をまぶすのが一般的である。海苔弁当が確立した時期は定かではない。構成要素に関して言えば、安土桃山時代に現代と同じ形状の弁当箱が登場し、江戸時代中期に、 板のりが作られるようになった。庶民が各海産物を安価に手に入れられるようになってから、家庭で広く作られるようになったものと考えられる。阿川博之は、食味風録において、のり弁当、または弁当箱の代わりに小鉢で製作した同様の食事をかつぶ師範として記述しており、他の分筆家も家庭料理の一つとして触れているのが参見される。 昭和30年代には、鰹節、醤油、海苔を乗せた、海苔おか,か弁当が、庶民の間に広まっていた。現代の海苔弁当は、持ち帰り弁当販売業者の草分け的存在である、ホッカホッカ亭が、海苔かか弁当に白身魚のフライとちくわの天ぷらを、乗せた、海苔弁当の販売を始めたことで広まった。当初は焼いたホキの味噌漬けをつけていたが、 手間がかかるため、フライに変更され、さらに、ホッカホッカティン創業者で、元社長の田淵道行のアイデアで、ちくわの天ぷらをつけた。お袋の味前として、教習感を誘う、片手で持てるため食べやすい、安価な材料のため値段が手軽、大量生産に適していることなどが要因で、幕の内弁当と並ぶ、人気商品となった。多くの業者が製造。 販売するようになっても、基本的な食材は、蒸気のものとほぼ同様で、白身魚フライが別素材のフライに変わる程度である。また、たくあんなどの漬物、佃煮、きんぴらごぼうなどが添えられる場合がある。派生した弁当として、上に乗った白身魚フライにタルタルソースをかけたのり、タル弁当などがある。醤油や、ウスターソースの小袋がつけられることも多い。 他店との差別化や栄養的観点から、さらに、卵焼き、目玉焼き、ゆで卵、味付け卵、オムレツ、鶏の唐揚げ、コロッケ、メンチカツ、ハンバーグ、ミートボール、ソーセージ、味付けして、焼いたり煮たりした牛肉や豚肉、牛肉のしぐれ煮、ハム、ベーコン、シューマイ、焼き酒、かまぼこ、ナポリタンスパゲッティなどの具材を加えることもある。 JR 東日本主催のコンクール、駅弁秋の陣2018では、福豆屋が製造する郡山駅などで売られている、駅弁、ノリノリ弁が、最高賞、駅弁大将軍を受賞した。ありがとうございます。